はい、ハルです。今回はですね、初心者さんにおすすめの画材を2つ紹介しようと思います。まあ、この動画はですね、絵描いたことないとか、まあ、初めて絵を描くとかね、絵は昔から描いてきたけど、ちょっと画材を使ってね、いろいろ描いてみたい。鉛筆とかペンだけじゃなくてね、もっといろんな画材に挑戦してみたいっていうね、まあ、初心者の方に向けた内容となっております。私がですね、一応約10年ほど画塾、絵の塾に通って、あと、高校、大学も一応美術系のね、芸術系のところに行って、もう本当に芸術にまみれた人生をね、過ごしてきました。で、ちなみに1歳から絵を描いてたい。そうです。なのでね、そんな私の約20年ちょっと中で、初心者さんにおすすめするならこの画材かなっていうのを、ちょっとね、2個に撮ってみたので、ぜひ参考にしてみてください。まずですね、もう初めて使う画材。とりあえずおすすめは、私の中では一番はコピックだと思います。で、これがね、私も今こういう感じで置いてるんですけれども、なんだろうな、普通に色がついたペンなんですけども、かなりね、水分量がすごい多いペンとなっておりまして、まあ、例えば隣に色を塗るだけでグラデーションになってくれたりとか、結構自動操縦みたいな感じでね、こう、綺麗な色とかっていうのが、かなり描きやすい画材なんですよね。まあ、コピックについてはですね、他の動画はですね、がっつり塗り方とか綺麗な塗り方っていうのを解説してるんですけれども、まあ、簡単にね、このスケッチブックで紹介していくと、まあ、こういった感じのペンですね。で、まあ、最初にピンクを塗ったとします。結構水分量が多いので、こう、がっつりね、塗っても結構ぼやっと なるんですよね。で、その分、やっぱり下ににじみやすくなっているので、まあ、何かね、引いたりとかして塗ることが大切なんですけれどもね。次、まあ、隣り合うオレンジとかも塗ってみます。で、間を黄色で塗ってみます。もうそうするだけなんかほら、こんな感じでね、自動でね、なんか勝手にもう、綺麗なグラデーションになってくれるんですよね。なので、結構扱いやすいというか、まあ自分がね、こう考えた通り、思った通りに結構扱いやすい画材なんじゃないかなっていうふうに私は一応、この20年近く絵を描いてきて、って思いました。例えば、オレンジと青っていう、これ反対色って言われる色なんですけれども、こういうの混ぜちゃうと、グラデーションは綺麗にあんま行きにくくね、ほら、こんな感じちょっと濁っちゃったりとかするんですけれども、やっぱりそのグラデーション、7色ですね。ね、よく色鉛筆が並んである通りの色ですね。赤、オレンジ、黄色、黄緑、水色、青みたいな感じでこう隣り合う色を塗っていくとこう綺麗にグラデーションになったりとかするので、まあ、色をこうやって飛ばさない限りは結構グラデーションさせやすい画材なんじゃないかなっていうふうに思うので一番最初におすすめするのはこちらですね。まあ、ただね、鉛筆の上とか塗ってしまうとやっぱり水分量が多いのでその鉛筆の黒が混ざってね、こう、ぼやっと汚くなったりとかしちゃうので、まあ、鉛筆の上から塗るのはちょっと注意が必要ですね。で、あとは、その0番っていうコピックがあるんですけど、こちらですね。ここに、はい、この色ですね、0番。もう本当に無色透明の色のことを0番って言います。例えばさっきの黄色だと Y の13、イエロー13番とかっていうのに書いてあるんですけども、0番は本当に無色透明。で、これは何を使うかっていうと、コピックには白色っていうのが存在しません。なので、これはもう白の代わりというか、まあぼかし用っていうふうに私は思ってるんですけど、例えばですね、ここ今さっき塗ったやつの上から塗ってあげます、白。0番を。そうすることで今ここの上だけ塗ったんですけども、ちょっとぼやけてるのがわかりますかね。ここが。うん。こんな感じで、0番っていうのは、本当にぼかし専用というか、まあ、水のような役割をしてくれるものなんですけれども、まあ、これでね、とりあえずもうグラデーションに困ったら上から0番を塗って、こう、ぼかしまくればいいっていうような感じでね、私も昔は、よくコピックの0番に頼ってたりとかしてたんで、まあ、そうするだけでね、結構綺麗にぼやけてくれたりとかするので、まあ、かなりおすすめの画材ですね。コピックもね、極めればね、すごい、例えば、こう、すごいぼかすところとか、あともう本当にぼかさずに書き込むところとかっていう風に分けて書くとね、こう、メリハリもついてね、かなり楽しくなったりとか、するので、まず最初はね、コピック。しかもペン型なので持ちやすいんですよ。こう持ち慣れてる普段から鉛筆とかみたいな感じでね。まあ他にもね、スプレーとかも販売してるので、コピックをそのスプレー缶にこうガチャってこのはめるとその色のね、スプレーが出るっていうのが発売されたりとかするんで、結構コピックだけでもいろんな表現が楽しめるので、まあ最初何かね、使って絵を挑戦してみたいって方はね、コピックをかなりおすすめします。じゃあそのコピックはどういうのがいいのっていうのはね、概要欄に載せてるリンクからね、飛んでいただければ、私のブログに飛びますので、ブログではね、こう URL とかも載せていろいろ細かく書いてたりとかするのでそっちからね見ていただければいいかなっていうふうに思います。でまあもう一つおすすめの画材ですね。コピックに慣れてきた次もうちょっと別の画材したいなって人には私は水彩画っていうのをおすすめします。まあ水彩絵の具ですね。うん、絵の具か小学校の図工の時間にやったなみたいな感じの人がねいるかなっていうふうに思うんですけれども次は筆を使ってみます。で筆なんですけれどもやっぱりさっきの
コピックよりも水分量っていうのがすごい難しくなります。水彩画の場合は絵の具を水で溶かして塗っていったりとかするんですけれども、やっぱりそのコピックのようにね簡単にぼやけてくれたりとかはしないんですよね。グラデーションとかも結構難しくなってくるので、なのでこう水分量が違ったりとか配色とかを間違えるとこう一気に、ね、泥のような汚い色になっちゃったりとかするので、やっぱまあ私の中ではコピックよりはちょっと難易度高いかなっていうふうには思っておりますね。まあ、なので水彩難しそうって思ってもやっぱりそのとりあえずね挑戦してみることがすごい大事です。筆をにね持ち慣れると次は油やってみようかなとか日本画やってみようかなとかこういろんなね幅も広がってきたりとかするので、まずはねこの次は筆と水の使い方っていうのを学ぶために私は最初は水彩絵の具がいいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらもねおすすめとかっていうのは概要欄のブログに貼ってるのでよかったら見てみて、はい、そんな感じでね、まあ初心者さん、かなり初心者さん、一番最初に何書こうかな、何を使って書こうかなって悩んでる方に向けた内容ですね。まあでもここまでね初心者さんにはこういう画材がおすすめだよっていろいろ言ってきたんですけれども、まあやっぱりでも絵の世界っていうのはすごい自由なので、必ずしも私は最初にやるからコピックやろうみたいな感じにならなくても、実際にねコピックおすすめですよって私は言ってますけど、いやでも私は油絵やってみたいなって思う人がいたら全然油絵から最初に始めてもらっても全然いいと思いますし、もう本当に絵は自由なので、もしね何したらいいかなってかなり迷ってるって方はぜひ参考にしていただければいいかなっていうふうに思いますね。なのでそんな感じで今回はねこれで終わります。他の動画ですね、じゃあそのコピックを使ってどうやって綺麗に描くのとかね、水彩を使ってどうやって綺麗に描くのって内容もね他にもいろいろいっぱい動画上げてたりとかするので、まあよかったらねチャンネル登録で一緒に画力上げていきましょう。じゃあ今回はこれで終わります。